したよ。ありがたいな本当に。松川温泉っていうところに向かってます。スーパー銭湯です。いやー綺麗だな、夕日がサンセット半端じゃねー。最高のサンセットっすね。やばい、ありがたい。最高だなサンセット、嬉しい。ありがとうございます。太陽さんもありがとうございます。太陽様様だね、サンセット様様。ほぼ無風っすね。沈んだ。ありがとうございます。
は今鶴子の湯を行くところなんですけれど、このような形で、ちょっと この辺りは分からづらいかもしれないんですけど、この下とかこの辺りとか、このようにこれ震災の被害がこうずっとあったんですよね。絶対になんかこう田んぼのようになってますけど、これ多分なんだろう、ソーラーパネルとかをやる予定なんですかね。で、この道の、ここ道路ありますよね。これの向こう側もこれと、ここの畑みたいな、こういうような感じとかになってるんですよ。ちょっと分かりづらいかもしれないんですが。やはりね、ちょっとね、震災の被害っていうか影響がやっぱりあります、あるんだなっていうことを感じますね。こちらとかもかなり見ていただくと分かると思うんですけど、このような感じになっております。この道路はすごく綺麗になってますね。ということで、ただいま鶴子の湯スーパー銭湯に向かっております。いやー、なんかこういうの見るとなんかちょっといたたまれないなみたいな感じがありますけど、すごく綺麗になってると思う、なってきてると思います。皆さん、東北復興のためにも一度ご自分の目で見に来ていただければなと思います。よろしくお願いします。